こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では最近ですね、僕がザラで買ったアイテムがかなり良かったので皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思ってます。まあ、僕のこの YouTube チャンネルの中でザラについて触れたことはですね、過去に一度だけあったんですね。まあ、正直ですね、ファストファッションブランドの中でもそんなに頻繁に取り扱うブランドではなくて、やっぱりですね、一番多いのがユニクロで、その次にですね GU が来て、その次ぐらいにザラだとか H&M が出てくるような形になるんですが、まあ、ザラもですね、かなり最近は僕の中ではイメージが変わったんですね。まあ、かつての僕のイメージで言うと、ザラって結構ですね、まあ、スタイルが良くてセクシーな感じの男性が着てるイメージが強かったんですね。それは新宿のお店によく出入りしていたというのもあったかなと思うんですが、まあ、どちらかというとナチュラルな感じというよりは色気のあるような男性に似合いそうな服が多いイメージだったんですね。まあ、こういったブランドイメージというのはですね、やっぱり世代によっても変わりますし、時代によっても変化するものなんですね。まあ、ザラももちろんですね、イメージがどんどん変わっていって、最近はですね、セクシーな男性のイメージというよりは割とですね、トレンド感があってナチュラルなものも多くてですね、色使いもですね、結構綺麗なものが多かったりするので、結構僕の中でのザラのイメージがここ1年ぐらいでガラリと変わってきてるんですね。まあ、店舗を見ていただいてもわかるかなと思うんですが、かつてのようなちょっとこうかっこいい系というよりは、まあ、ナチュラルな雰囲気のですね、内装に変わってきてますので、まあ、そういったブランドのイメージだとか雰囲気はですね、だいぶ変化してきているのかなというふうに思っています。まあ、そんな中で僕ら世代にもですね、結構ザラ探せば使いやすいものがちょこちょこあって、やはりですね、ユニクロだとか、あとは GU にないようなザラならではのですね、魅力のあるものも結構多いので、まあ、今後はですね、定期的にザラのアイテムも皆さんにご紹介できればなというふうに思っています。で、ここからが本題なんですが、僕が今回買ったアイテムは何かと言いますと、こちらのアイテムなんですね。まあ、この手のアイテムはですね、僕は大好きで、よく YouTube の中でもですね、皆さんにお勧めしてるんですが、まあ、シャツのような形態なんですが、まあ、生地がちょっと厚みがあって、アウター感覚で着れるシャツアウターというジャンルなんですね。結構ザラってこのシャツアウター力入れていて、様々なモデルがあるんですが、その中でもこの鮮やかなブルーのシャツアウターが着てみたらめちゃくちゃ良かったので、今回はですね、この後こちらを着用しながらコーディネートをお見せしたいだとか、このシャツアウターの魅力について皆さんにお伝えをしていきたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートに関しましては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなと思ってます。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。なかなかですね、雰囲気のいい仕上がりになっているかなというふうに思っています。まあ、デザイン的にはですね、今トレンド感のあるようなシャツアウター系のアイテムになってまして、まずは襟を見ていただきたいんですけども、襟の大きさとしてはレギュラーカラーでそこまで大きめではないんですね。最近はですね、ブランドによってはもっと大胆な大きい襟がついているところも少なくないんですが、個人的にはですね、襟であまりやりすぎ感を出したくないので、そういった意味ではこれぐらいの襟のサイズが一番バランスがいいかなと思ってます。まあ、特にですね、後でやりますが、第一ボタンを閉めた時の収まりで言うと、これぐらいのレギュラーカラーの感じが僕はいいんじゃないのかなというふうに思ってます。あとはデザインの特徴としては、これも最近のシャツアウターよくあるんですけども、左右対称に胸ポケットがついてるんですね。これがですね、デザイン的なアクセントになっていて、すごく個人的には好みかなというふうに思ってます。あとはサイズ感ですね。まあ、これもですね、すごく重要なんですが、かつてのザラというとちょっとサイズ大きいかなというイメージがあって、僕は164センチ53キロなんですけど、僕の体型だとなかなか着れるものが少ないなという印象があったんですが、まあ、最近のものはですね、割と僕の体型でも似合うものが増えてるんじゃないのかなというふうに思ってます。僕が今着てるのはこちら S サイズですね。今トレンド感のあるですね、ややゆったりめのサイズ感で、これはですね、非常に使いやすいようなサイズになってるかなと思っています。あとはですね、見ていただきたいのは、
肩が落ちてますよね。この感じもですね、今の程よくゆったり感というところをうまく捉えていて、なかなかバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。そして何と言ってもですね、見逃せないのはこの色味ですよね。なんと表現したらいいのかなかなか難しいですが、ブルーとパープルが混ざったようなすごく綺麗な色味なんですね。このようなものってなかなかですね、他のファストファッションブランドでは見かけないかなというふうに思ってます。まあ、特にユニクロはですね、ベーシックな色合いが多かったりするので、あまりですね、発色の綺麗なものはやらなかったりするんですね。あとは GU に関してもユニクロよりはですね、もうちょっと色のバリエーション綺麗なものも増えますが、このような色合いはですね、なかなか珍しくて見かけないかなというふうに思ってます。これを着るだけでパッと華やかな印象にもなりますし、ブルーベースになっているので意外とですね、コーディネートも簡単だったりするので、これはですね、今季のシャツアウターの中でもかなり気に入っていて、これからですね、ガンガン活用したいなというふうに思っています。着こなし自体は結構簡単で、まずは内側に着るものなんですが、こういったブルー系のものには内側は明るいものが合うかなと思っていまして、例えば今はですね、僕は白ベースの T シャツを着てるんですね。まあ、プリントが入ってるものなんですが、まあ、こういったプリント T シャツを重ねてもらうのもいいかなと思いますし、あとはですね、無地の白 T でもいいと思います。今僕が用意しているのはユニクロ U のエアリズムですね。こういったややゆったりめの T シャツを内側に着てあげるのもすごくバランスがいいかなと思っています。あとはですね、季節が進むと、まあ、半袖の T シャツだとちょっと寒いので、そういう場合は中肉厚のニットですね、まあ、ユニクロの定番のミラノリブのニットですね、これを内側に着てあげて、その上にですね、このシャツアウターを羽織ればかなりですね、長い季節楽しめるんじゃないかなというふうに思ってます。これはですね、なかなか使い勝手がいいですね。で、あとはボトムスなんですが、上半身を明るめの色にまとめて、下半身のボトムスはブラックなんかでシャープにまとめてあげれば、まず間違いのないコーディネートが完成するかなと思ってます。まあ、パンツのシルエットなんですが、ここら辺は好みですね。まあ、シャープに見せたかったら定番はグローバルワークのアーバンスラックスがいいかなと思いますし、ほんのりゆったり感を出したいのであればユニクロのスマートアンクルパンツ、もしくは僕が履いているようにもうちょっとゆとりのあるものが欲しければ、ユニクロ U のボトムスが割とですね、ゆったりめが多かったりしますし、各種セレクトショップのオリジナルだとやはりですね、こういったもも周りがゆとりはありながらも膝下からは細いようなテーパードシルエットのですね、ややゆったりパンツがあったりするので、そういったものと合わせてもらうのがいいのかなというふうに思っています。これ1枚あればですね、結構秋の着こなしは華やかさを出しながら楽しめるので、なかなかいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、ちなみにですね、このシャツアウター今はですね、羽織物感覚で T シャツの上にサクッと羽織っているわけなんですが、ボタンを閉めると全然表情が変わるので、ちょっとこの後ですね、ボタンを閉めた状態も皆さんにお見せしてみたいなと思っています。はい、ということでボタンをですね、全部閉めてみました。どうでしょうか。また雰囲気がですね、大きく変わるんじゃないかなと思っています。まあ、このようにですね、ボタンを全部閉めることで小綺麗な雰囲気になるので、このような着こなしもですね、試していただけると着こなしの幅が広がりやすいかなというふうに思ってます。ちなみにですね、先ほど襟の大きさの話をしましたが、あまりに襟が大きいと第一ボタンを閉めた時のバランスがあんまり良くないんですね。ですので、これぐらいのですね、あまり大きすぎないコンパクトな襟型の方が僕は個人的にはバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。秋中盤ぐらいからはですね、少しずつ寒くなってくるので、このようにボタンを全部閉めてもらって小綺麗な感じで着てもらうのも大人の男性には結構似合いやすいかなと思うので、ぜひお試しいただければなというふうに思っています。まあ、ちなみに言い忘れていましたが、こちら素材がですね、ちょっとシワ感があるんですね。これがかえって僕はですね、こなれていていいなと思うんですね。まあ、最初はデザインの一部としてややシワっぽいということで、あまりですね、気を使わずにガンガンに使えるので、すごくそのあたりもですね、使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、オンラインですとか店頭でチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、最近僕がですね、ザラで買ったシャツアウターを皆さんにご紹介をさせていただきました。特徴としては色味が綺麗で、なかなか他のファストファッションブランドにはないような質感になっているのが、すごくですね、個人的には気に入っているポイントなんですね。まあ、今回はですね、こういったシャツアウターをご紹介させていただきましたが、それ以外にもですね、色味が綺麗なものだとか、
トレンド感があって使いやすいものだとか、そういったものがですね、結構店内にはたくさんあって、なおかつですね、商品のサイクルが早いので、10日から2週間ぐらい経ってからお店に行くと、またですね、雰囲気がガラリと変わっているので、そのあたりも含めてザラはですね、なかなか興味深いかなというふうに思っています。ファストファッションブランド界をトップ走る存在なので、日々アップデートされているということをですね、改めて感じました。ぜひ大人の男性の皆さんも、ユニクロですとか GU ですとか、グローバルワークももちろんいいんですが、たまにはですね、新鮮さを取り入れたいという時には、ザラ覗いてみるのもいいかなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日もですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。